山内和の登板でございます。今日は迎えて25回戦でございます。まず先頭の河野をセンターフライに打ち取りました。ワンアウトです。バッターボックスには左の山本が入ります。星野と山内和弘の対戦になりました。さて森本さん、はい、先ほどもちょっとオープニングのところでご紹介をしたんですが、もうすでにプロ野球ファンの皆さんならずとも全国ご承知のように、今シーズンをもって南海ホークスが大英に、まあ、譲渡されるというふうなことになりましてね、はい、チーム名が来年からこの親会社に変わるわけなので、南海という名前がねなくなるんですね、なくなります、はい。まあ、そういう意味では昭和11年に誕生したブレーブス、うん、昭和13年の秋に誕生した南海ホークスと、いわゆるパリーグ6球団のうちの戦前からあるこの2つの、まあ、老舗球団の、ね、はいはい、対戦というのは非常に長いわけなんで、いろいろな思い出も多いんで、そんな思い出などもですね含めながら、はい、今日はお送りしていこうじゃありませんか。そうです ね、 ね、しかしそれにしても星野はここまで11勝してるんですが、南海に強いですね今年。そうですね、やはり唯一というんですかね、阪急、はい、の投手陣の中では南海にすごくいい成績を残してますね、はい、防御率もまずまずですからね、 2.51 ですか。しかも5勝の中身を見ますとね、はい、1安打に抑えて完投、2安打に抑えて完投、3安打に抑えて完投、4安打に抑えて完投と、5試合のうちの4勝っていうのはそんな素晴らしい内容があるんですよね。そうですね、まあ、ということはやはりサウスポーの利点もありましょうけれども、はい、やはり南海の主力バッターというのは山本和太を含めてやっぱり左が多いということでしょうね。そういうことですね、ですからちょうどオールスター直後だったんですかね、この阪急と対戦するときに南海が星野打倒戦略というものを本当に真剣に協議したことがありましたよ ね、 なるほどね。それでそれが功を奏して、うん、一遍ノックアウトしましたよ、これをね。やっぱり今のような大きく割れるカーブ、スピードのこう変化をつけられるカーブとか、あるいはまたフォークボールのような、ね、これフォークなんですけどね、やはり落差のある緩い大きなカーブと、はい、そして今の速くストンと落ちてくるフォークボール、これまあ決め球にしてますけれどもね、はい、ストレートそのものの威力っていうのはまずないんですけれども、やはり落差がありますしね、ストレートと大きなカーブのスピード差がすごいんですよね、まあ、これで持ってるピッチャーですからね。そうですね、ストレートはいくら速くても大体132、3キロが限度でしょう。そうです ね、 ね、だから私はまあ常々言うんですけれどもね、はい、この星野の体型を見ましてね、はい、まあ、今年はまあ夏バテというのがね若干解消された部分はありますけれども、やはり相対的にはもう少し肉をつけるといいますかね、アメリカ流にそのウェイトトレーニングでね、なんとかこう筋力をつけてですね、やはりもっとスピードが出るんじゃないかというね、素人考えなんですけれども、ね、そうですよね、ウェイトトレーニングだけで足りないんじゃない、もう一生懸命食べてほしいですね。そうそう、まあ、これはもう内臓の問題もありますからね。そうですね、やっぱりそれでも10勝目から11勝目までのこの1勝するのに1ヶ月かかりましたから ね、 ね、ということはやっぱり夏場、春そして夏秋口とプロ野球のシーズンではこれだけしかないんですよね。そうなんですね、それでどれかのシーズンが体調が悪いとか勝てないっていうんじゃ、やっぱり1年を通じてコンスタントな勝ち星を挙げられる1人というふうに挙げにくいんですよね。挙げにくいですね、まあ、ましてはやっぱり優勝を狙うと、そしてローテーションの一角というよりむしろエース格ですからね、はい、もう今の阪急のこの台所を見ますと、どうしても彼あたりがもう軸になっていかなきゃいかんということを考えますとね、そういう方ですね、やっぱり不安定っていうのはいかんですね。悪くてもなんとかしのいでいけるピッチャーになるということでしょうね。そうですね、今日は相性のいいホークスを相手にして彼は自己最多勝を今日の試合にかけてるわけです。これまでは11勝というのが自己最多なんで、
先日その湘南海ホークス24回戦で完投して、これも2安打完投ということで、自己最多勝のタイ記録を作っている星野。一方の南海は山内和弘の先発。まあ、上田監督としてもまだ残り試合頑張れば A クラス浮上はね、望める位置にありましたけどね。そうですね、まあ、1位2位はこれちょっと飛び抜けてますからね、3位の日本ハムなんか3つの、まあ、借金を背負っての3位ですから。そうですよね、結局歩かせました。最後落ちる球を投げたんですが歩かせて、そして角田を迎えます。マーティーさん、はい、先ほど森本さんとちょっとお話したように、今日は思い出多いパリーグの、まあ、看板カードといいましょうかね、戦前からのその南海、阪急南海の思い出話、特にあの両チームには外人選手も素晴らしい外人選手もたくさんいましたんで ね、 そうですね、特には南海にはフレーザーさんのようなね、そして素晴らしいスタンカーですね。スタンカーですね。だからスタンカーはいなかったんです。1964年だったか、はい、その時は優勝はなかったんですね。その時、そうでしたね、彼はいなかったら。だから本当に、まあ、この2つのチームはこれから勝負見られないということは非常に寂しいですね。そうですね、考えてみるとこの2つのチームはパ・リーグに一番優勝の多いチームですね。そうですね、阪急は12回ですね、ごめんなさい、南海は12回ですね、阪急は10回ですね、そうです、これトップですね。そうなんです。大リーガーもびっくりする40歳でなんと39ホーマー。この間ジョージ・ライフに会って、はい、まだ同じこと、シーズン初めて同じことを言ったんですけれども、本当にカドータは40手前ですかって言ったんですか、そうですか、今でも信じてないって言ってるんですよ。まあ、特にね、顔はちょっとまだベイビーフェイスですから、そうですね、若く見えるんですね、特に 笑うときね。まあ、それと私はなんといっても偉いっていうのはね、まあ、私たちの背丈だけを比べるとそんなに変わらないんですよ、そうですね、170センチしかないでしょ、はいはい、だけども実に大きく見えますね、これは、まあ、若干腹が出てるだけの部分じゃなくてね、体全体から発散する、これはもうやっぱり光り輝いてる何かがそう指すんでしょうけれどもね。まあ、阪急のスターと言われて長い間その君臨してきた山田、福本、あるいはまたそして、前年引退をしました加藤、まあ、こういったサンバガラスと同じ同期生でもあるこの門田選手なんですが、まあ、森本さんもこの門田選手とは長い間対決をしたんですけども、はい、当時と今と体型的にはお腹が出てるぐらいですか。そうですね、やはり少し丸みを帯びたかなという感じがしますがね、バットの振りとか、まあ、これはね、やはり若い時と、やばい、若干のね衰えっていうのもしょうがないんでしょうけども、それでも人よりすごいですね。そうですか、ということはそれだけ若い時にはすごい速い球を、速いスイングをしてたと、いうことでしょうね。あ、なるほどね。さて、これでバナザードと門田に連続フォアボールを出しまして、藤本博史が今日はメンバーに入ってたんですが、ここでこの星野に強い高柳を代打に起用いたしました。まあ、星野に今強いとこういうふうに申し上げたんですが、とにかく星野を打ってる一番打率の高い人がバナザードの2割9分6人ですから、南海ホークス全選手が寄ってたかって1割6分1人しかこの星野から打ってないでしょ、やはり緩急がありますからね、はい、まあ、ある程度のテクニック、あるいはキャリアを持っているバッターじゃないと、はい、こういうピッチャーというのは手こずるでしょうね。そうですね、もともと左殺しと異名を取りますこの高柳です。今シーズン星野からホームランは奪っておりませんが、さっき出したフォアボールというのはやっぱり警戒しすぎてということなんですか。そうですね、はい、まあ、それしか考えられませんね。だから今日1番2番河野山本に対してもね、もう自信を持って投げてますから、はい、
両サイド非常に際どい球が行くんですけども、やはりバランザード最近もずっとは好調でしょ、はい、カウンターを一発であるということでね、はい、これはもう警戒してのフォアボール、これしか考えられませんね。